今回は松江郷土料理研究会から一文字屋の料理長御手洗貴之さんにお料理を教えていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回の食材は何でしょうか。はい、今回はですね、大田市の大穴子ですね。はい、今がちょうど脂が乗って旬の時ですので、はいはい、これから春から夏にかけて美味しいと思いますので、それに野菜を入れて、はい、まあ、けんちん焼きですか、お卵とじみたいな感じなんですけどもね、はいはい、それでちょっとやってみようと思いますんで。初めての組み合わせです。では、はい、早速教えてください。はい、わかりました。よろしくお願いします。はじめに穴子のけんちん焼きを作ります。それでは穴子の下処理をやりたいと思います。はい、はい、一応もうこれおろしてある穴子ですけども、でこれぬめりを取るためにね、ちょっと湯をかけますんで、はい、はい、ぬめりがありますんでね、ぬめりをきれいに取ります。まずここの穴子ですね、この腹子がどうしてもありますんでね、はい、腹子をちょっとこうすいて取っていきます。まあ、なかなか家庭ではちょっと難しいと思いますけども骨切りですけども、はい、家庭の人だとなかなか皮一枚は骨切りって難しいと思いますので。そうですよね、はい、うん、でもこれでもうこのままでこう千切りにこう切ってもらっていいと思います。それでも簡単だと思いますのでね、尾っぽの方をやっぱり揚げ物に使って頭の方をけんちんで使いますので。それではけんちんの野菜を今から切っていきますので、はい、しめじは石突きを取り手でほぐし、しいたけとたけのこは薄切りに、長芋はすりおろします。一応ここに今家庭で使うかつおだし、うん、で薄口、うん、で砂糖とみりんですか、うん、がちょっと入ってますんで、はい、ちょっと濃いめのちょっと辛いかなっちゅうぐらいが一番いいと思いますんでね。で野菜入れていきます。はい、御手洗さんは料理歴が何年ぐらいになりますか。もう45年。おお、45年になりますね。もう料理人生ですね、じゃあね。山陽から山陰からいろいろとあちこち回ってきたんです。そうでしたか、はい、出身こちらなんですよね。いや、山口ですか。ああ、そうなんですか、はい、そこからもう出雲弁がお上手だから完全にこちらの方が、まあ、こっちも30年もおるとね。あ、そうか、もうズーズー弁になってしまって油を引いたフライパンに穴子を入れ、酒、濃い口醤油、砂糖で味をつけます。豆腐は下茹でした後裏ごしし、おからは 2,3 分煎ります。それではけんちんの材料を合わせていきたいと思います。はい、はい、野菜、豆腐、長芋、卵、おから、炒めた穴子を加え、クッキングシートで巻き、600ワットで3分から3分半温めます。電子レンジにしたいと思いますので、かつおだしに砂糖、薄口醤油を加え、水溶き片栗粉でとろみをつけ、あんをかけたら完成です。続いて穴子のかき揚げを作ります。次はかき揚げの材料やっていきたいと思います。ご覧の材料に小麦粉をつけ、天ぷら粉で揚げたら完成です。それではお料理完成しましたので早速いただきます。はい、じゃあではいただきます。うん、穴子がプリプリですね。うーん、あ、レンジでこれができるんですか、すごいですね。またこの具沢山で歯ごたえが楽しいですね。今回は松江郷土料理研究会から一文字屋の御手洗料理長にお料理を教わりました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは次回もお楽しみに。